はい、どうも高田の馬場 DSM 三門です。全世界30億人のキングオブザモンスターズファンの皆様こんにちは。皆さんが待ち望んだ2の時間がやってまいりましたよ。思えばね、1回目もあのおしりさんプロデュースでね、今回もねまたおしりさんプロデュースでこの2がやりたいということで、わーっとやってやるよってことで基盤買ってきました。はい、ということで、じゃあ最初におしりさんからじゃあ一言いただけますか。ああ、はいはい、はい、どうもおしりさん。いや、こんな機会を与えてくれてありがとうございます。いやいやいや、来ましたよ。もう楽しみにしてました。もうね、おしりさんの思い出のゲームということで、思い出のゲームですね。何ですか、今までの流れでいうと、まあこれの1があって、はい、ピストル大名あって、スプラッターハウス実演なさって、そうですね、その3つかな。そうですね、もうじゃこれと、うん、僕ができるゲームもうこれしかもうないですね。もう残ってない、残ってないですね。まずいですねそれ。まあでもね、またいろいろとやっていて、はい、これはもう当時かなりやったということで、すごいやりましたね。なんで僕これゼニゲバ出ちゃダメなんですかね。これだってクリアしちゃうってさっきちらっと。そうですね、クリアできちゃいますね。これ多分ね、クリアできる方今多分世界で生き残ってるのが3人ぐらいしかいないと思うんですよ。3人ぐらい多分です。そうかもしれない。それぞれのキャラで1人ずつみたいな感じ。そうです、ね、鉄人が。はいはいはい、ね、なるほど、うん、じゃあこれどのキャラでも全然いけるよみたいな。いや、まさか、あのゴリラのやつだけはちょっと全然使えないです。ゴリラはちょっとダメですね。そうですね、なるほど、うん、そう、すげえな、2キャラはできるんだって、すごいな。いや、まあじゃあ、ね、おしりさんのそのアドバイスとかも途中で飛ぶかもしれないけど、基本的にはまあ何もない状態でみんなにお前らやってみろと。そうですね、このゲームの面白さを味わってみろと、ね、ちょっと触ってみてね。これだってこれなかなか今も動いてるとこもないでしょうし、もしかしたらこれ触ってない、あとない人も、当時もそんなに見たことがないんですよ。あんまりなかったですね。ないですね。一応、まあ、見たような見ないような、スマホとかもね、ありましたけどね。そうですね。はいはい。じゃあまあそんなこんなでね、はい、もう今だいたい会場内に2000人ぐらい来てますからね。順番にすごい数ですね。本当に順番にやっていきましょうか。いや、これ、まあ、今回1個で50円だよね。はい、50円ということなんでね、まあ皆さん、あの、まあ順番に2人同時プレイで、やっていっていただいて、まあ負けたら次の方と交換という形の全員場でクリアまでやるという配信にしたいと思います。で、おしりさんはもう見たり、この、まあマイク持っていただいても構わないで、それでやっていただくということで、うん、基本的には見守ると、あいつら知らねえなと、はい、味方のバカだなと。そうですね。じゃあそういう感じ。あ、じゃあすいません、おしりさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあ早速行きたいと思いますけど、どうします、最初は誰行きますか。誰でもいいですよ。2人同時。あ、じゃあ周平くんいいよ。ワンピー、ツーピー、山田さん行きますか。あ、じゃあおしりさんマイクで。じゃあ山田くんやってください。これ確認ですけど、このクリアしたことある人はおしりさん以外いないんですよね。いないっぽいです、ね、で詳しい方もいないですよね。いないですね。あ、よかったよかった。あの、このゲームは結構はめ殺してクリアするゲームなんで、あの、知識をあんまり持ってると、ね、あ、そうですね、まあ、面白くなくなっちゃうんですよ。そこですよ、だからね、直前まであの言わないで、もう予習すぐしちゃうんですよ、味方では。そうですね、強キャラばっか予習してくるんで。なるほど、ダーンなんですよ。もうすぐね、エンテさんとか言ってたらいいから、エンテさんの場所。いいですもう、はい、はいはいはい、じゃあそんな感じでやっていきましょうか、はい。じゃあコインを入れて始め、あ、もう入れてる。じゃあ始めてください。さあ、ゼニゲバ配信キングオブザモンスターズ2いきたいと思います。え、何いきなりこれ。そうそう、あ、これですね、うん、この2人用モード、うん、さあ行きましょう。さあ、キャラはね、この3キャラというと豊富な選択肢の中から選ぶということですね。同キャラできないですね。あ、同キャラできない、できない。来ましたね、ガローバン方式採用。これ皆さん92年ですから出たのね。それから1年もしないしガロー2出ますからね。もうストーリー見てなかった。ボンズを倒せ。これもう街が雑でいいですよね。このスタジアムの隣にもうスペースシャトル。これもういきなり一面のボスってことですか。これそうですね。さあ行きましょう。周平君がアトミックガイで、山田さんがここでこんなにボコボコにされるの初めて見ました。まだまだ最初ですよ。序盤の序盤ですよ。あれ、ここで死んじゃダメです。これファイナルファイトに行ったらまだダムドまで行ってませんよ皆さん。あ、じゃあダムドなのかこれ。え、早くね、これでも大丈夫なのか。あ、やばいですね。 こっから始まるっていうことです。ハリア、ハリア、あ、消えた。どこ行った、どこ行った。海に潜って壊せ。あれ、こっからこっからベルトスクロールアクションが始まるんです。あ、なるほどなるほど。これで、まあ、いわゆる雑魚を倒しつつ進んでいくと。そうですね。これは味方にも当たりますね。当たりますね。パワーも減る。スノーを伸ばした。おるんだ。スノーを伸
出して自分の武器にするという新しい、まあ、フォロマ方式ですね。あそこに立ってるビルも全部武器になるんで。あーなるほど。で後々にボスで使うことになるから、あんまり今壊さない方がいいです。あ、なるほど、はい、容赦容赦で小林ビルを倒すと、はい、あれ何持ってこれなんか色変わった気がしますけど、これパワーアップしたんですか。そうそう、パワーアップすると必殺技がどんどんあの変わっていくんで。何段階くらいパワーアップするの。3段階ですね。3段階、うん、あの P のマークのパワーアップのことですか。そうですね、1個パワーアップするってことですか。そうです。さあ周辺、周辺がちゃんと組み合ってください。あ、骨になって死んだぞ。さあまずは周辺がやられて、まあ、山さんもさっきやられてました。あ、いいですね。お前らちゃんと協力した。あ、刺した。やれんのか。あ、魚だったんだあいつ。衝撃の事実ですね。ミスマス人でしたね。なのでフロントからジャーマン。あ、もう早速山田君もやばいです。残ゼロですよ。魚が危ない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 。アトラックスドライバー、これ一部ですかよ。山田君ビルを掴んで投げて敵に当ててください。これ相当あれですね、金使わせる気満々ですね、このゲーム。え、死んだ。あれ、残せよ。じゃあちゃんとやってください。まだいじめだぞ、まだいじめ。じゃあ今から隙をつけ。いや、予想以上にボコボコにされてますね。いいですね、これ、こういうのが見たかった。いや、見たかったこれね、あいつら知らねえなと思います。あ、クラック持ってるの。強パンクラックで A パンか、上に上げて刺す。あんま暗いな、これ。これ2人用だと体力増えたりするんですか。いや、そんなことないです。あ、それはない。あ、じゃあ2人用の点に楽になるんですよ。ビリビリ。山田くんやばいです。これやばい。山田さんやばいですね。やばいよ。あー、死ぬ。あー、危ない。いや一面だぞ。ビルを使う。準備して、常に。ビル投げろ。あー、一発でもいいから当ててほしい。頭に当たったのか。あ、いや、山田くん死にましたね、ここ。あー、山田さん。ボコボコに。早く地球を救うんだ。で、タクロ 1P タクロ 2P がグリグラ、グリグラさん、キャラ選べ。さあ、スーパージオン。もうジオンネオジオン、スーパージオンですよ。スーパーディオンですか。ジオンですか。ジオンなのか、ディオンなのか、どっちだ。あと、サイバーボッツ、サイバーなんだっけ、サイバーウーボッツじゃない。いや、このゴリラが一番弱いんですよ。ゴリラが弱い。あ、倒しましたね。あ、倒した。おい、一面クリア、おめでとう。あれ、対戦を始めるんじゃない。まあ、じゃあね、あの周平君と山田さんの尊い2人の犠牲を得て一面クリアということで。さあ、2番目フレンチ、なんとか読めなかったんです。サイバーボッツ NG ワード。まさかの人かった。あー、まだ読めなかった。ちょっと休みしてると思われちゃう。じゃあここでまた最初は、ベルトスクロールステージでザコを倒しつつ、ザコっていつ、あのハテナボックスは、あの取ろうとするとちょっとあの結構リスク高いんで。ボムってやつ取ったら、取ったら爆発します。爆発します、ね。爆弾なのに何取ってんだよ。いや、もうこういうことあるするんですよね。シューティングのボムだと思ったら違うよって。そういうわけではない。お前を攻撃するボムよ、これは。そういうことです、ね。とんでもない罠ですよ、これ。あ、これは強くなった。いや、今これ毒がかかってる、ね。地上の戦車。サンダーバード2も飛び交ってますよ。早くもこのザコステージで結構苦戦してる様子です、ね。結構もうグリグラさんが、やばいですね。これね、来てますね。これ1ドットですね。まあ、グリグラさんもね、このサイバーウーを宇宙に飛ばさなきゃいけないですからね。さあ、これボスが2面のボスです。さあ、エッフェル塔の前でレディーフォーバトル。ちっちゃい、やれますね、このちっちゃい、何だろう。なんだ、あ、あれ、だんだんでかくなる。そうです。これちょっとなるし、あれ感あるね、あの、はい、あのジェネラルの出る時のマルコ。何だっけ、ジェネラルの出る時の忘れちゃった。マルコだよ、マルコ、こいつ。いや
あ、溜めて、あ、溜め、あ、溜めまくると疲れちゃうんですね。そうなんですよ、疲れちゃうんで。なるほど、うん、やりすぎに注意です。あのね、ウェブ4のヤンが溜める3回ぐらいで爆発するみたいな。あーっと転がって、これどこまででかくなる、これ画面いっぱいぐらいになったら笑っちゃうんだよ。あー、これ、いいよいいよいいよ、挟み込んでいこう、挟み込んで、ギルティギアイスカっぽくいこう。こいつリーチ長えな、はい、ダルシムか。こいつなんでパンツいっちゃうんだろう。メドロかぶってますね、まあ、怪獣とは言えないですね。なんかガードボーサーかっこいいな。そう、これでもこれ2人結構頻繁じゃないですか、これ。やらんじゃないですか。あ、危ない危ない危ない。あ、でも順調に今減らしてますね。ああ、ティクラさんがついに、うん、回線もないでしょ。回線もあれ投げられるんで、あれ投げられる、取ってください。あ、死ぬ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 、結構ね、あれ2回で死ぬ。回線の門の前で A ボタンを押すと取れるんで、はいはいはい、うん、回線も行こう、回線も、回線も、回線しよう、取れますか。いけ、回線も壊せ。あー、そうそう、飛んだ。あー、ティクラさん、死に方だよ。確かに敵だけど、ピーアルよ、ピーアル。あー、どうしよう、どうしよう、まだですね、まだ、え、まだ、まだ。あ、これが本当だ。そうそうそう、あー、まだ、まだ来てる、まだ来てる、やばいやばい、これがまた、あの、接触するとやられてしまう。なるほど、あー、まあ、これ相当強い、これはやばいぞ。こっからが本番か。あ、でも体力少ないですね。そうですね、スーパーホンバーに。あ、いけるいける、あ、それいいですね、そのポジションローリングアタック。そうそうそう、あ、それだ、それが一番有効です。いいよ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 、マクロ目覚めたか。いけ、いやいや、これで、グリグラさんが死んだ。あ、ハーレットグリグラさんに、もうそろそろするとこ2個に分かれる。なんでだよ、なんでだよ。この回数、あー、倒しました、よかったよかった。はい、はい、2面クリア、おめでとう。いや、グリグラさん助かりました。なんであいつ分裂した、ふざけんだと思って。ここでボーナスステージ、ボーナスステージ、これ連打して戦うんですね。え、何やってんの。とにかく連打してください。相撲かな。そうですね、な、何やってんだこいつら。怪獣とロボットゴリラが相撲取ってる。あー、寄り切りでサイバーウーの勝利。いや、アイテムが降ってくるんで全部取ってください。はいはいはい。あー、1000点、1000点、いい、え、お、強い強い。あ、これすぐ取らせないんですね、これ。1個取れない。そうなんですよ、ケチくさいですね。両端は取れないんだ。いや、や、やむは、もう、もろう、いまだに読めない。あ、なんかちょっと、X-Men のセンシネルっぽい感じ。そうそうそう、ね、そう、あれパワーダウンしちゃうんだよね。パワーダウン、あ、あの、ハテナボックス、そうですね、ハテナボックスを取るときは、かさ当たりをして、あの、まず中身開けてから、そう、開けてから、何が入ってるのか確認してから取ってください。あ、あの、ハテナですね、かさ当たりです。やるのは結構シビアなんで難しいかもしれないです。さあ、グランドキャニオンで壊していこう、掘っていこう。なんか埋まってるかもしれない。いい、あ、これパワーダウン、これは取っちゃうんです。パワーダウンとこうなっちゃうんで。あー、戻っちゃった。そうそう、センチネルじゃなくなっちゃったよ。ちょっとキングスカッシャーカラーに戻ります。これはモグラ叩きをやってる。そうですね、特別っぽい感じのやつ。これ下手にあまり倒しに行かない方がいいかもしれない。結構でもパワーダウン、パワーダウン頻繁に出ます、ね、そう、すごい出るんですよ。相当とにかく金を使わせようとしてるんですよね、SNK は。そう、本当そうですね。あと、あの、ボムって取ったら爆発して死ぬ。爆発してる、そうなんです。裏切り行為、裏切り行為。なんなんだよこれ。この敵すごいビジュアル。あれは取っちゃダメです。あれ、ちなみにそのパワーダウンは無視するしかないですか。無視するしかない。消せないんです。消せないんです。スクロールアウトのせいしかない。そうなんですよ、非常に邪魔くさい存在です。山持ってる。それのすげえ、あんな山持ってるなかなかないですよ。無天狼しくらいですよ。それ後々ボスで使うんであんま壊さないでください。あ、あれも壊したんです。そうですか。さあ、マジ、あ、来たよ。あ、デザインもまた、あ、頑張ってる。どうなってんのこのグロついてる。どういう進化をしたらこれが特殊な状態になるの。あ、行こう行こう、ついてる、はめていこう。
いいよいいよいいよ。お、いい感じじゃないですか。はい、差し。いけるいける。あ、これ2人いいですよ、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 いいよいいよいいよ。ああ、クリグラー、ザコも来るの。岩行こう。はい、あ、うまい。周辺君、こういうの向いてるじゃん。シェイクじゃない、タロウ君が。いや、すごい上手いです。シェイクがさっき死んだ。え、何やったの。出てきた。こういうことしてくるんですね、このボスは。結構伸びるの。伸びます。あ、危ない。こいつ潜るのか。なるほど。いやー、あ、はめてーどーん。あ、殴った。いやいや、いいっすよ、いいっすよ。いやいや、あー、そうそうそう。あ、それいいですね。あ、それ、ハマってんじゃない。あ、そうそう、こうやってはみ殺せる。あー、ため時間がなーげー。はい、カス当たりしてください。はいはい、あ、そう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 、こんな感じです。君らキングオブザモーサンズ2うまいね。すごいね。あ、やばいやばい、勝てな勝てな。あと一発圏内。レグラさん頑張ってよ。あ、これすげえ。でも2人うまいな。あ、でももういけるかもしれない。あ、そう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 、やばいよ。逃げて、逃げて。あ、やる、倒した、すげえ。グリグラさん毎回ギリギリですけど生き延びてますね。やる。この踏ん張りがやっぱね、X やってるから、ね、そうですね。この辺がね、ボクサーとヒリリリリ砂漠。あそこ落ちないでください。あそこ落ちたら一発で死ぬんで。そうです。ちょっと脚力落ちてみようか。あ、危ない。あ、死んだ。あ、体力そのままだから。あ、誰か入って、誰か入って、列車行け。サメ、サメですね。砂漠はサメ来ましたね。来ますね。危ない。ハテナ。スクリューアップは食らって。これはイベントなんで安心してください。あ、大丈夫大丈夫、生きてるよ。さあ、上に貸し上げられる。これ空中戦ですかね、これ。そうです。うわーっと上がって、いい目してるな。うわー、落ちるんだ。なんでボーナスステージ始まってんだよ。着地する瞬間にタイミングボタン押してくる。タイミングよくボタン押されると死ぬ。成功すればワンナットが入ってくる。はい、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 お前らお前らタイミングよく押せ。過当な修正ですね。あれ、どうせ我々はもう過当な帝ですから。しょうがない。あの脳みそを倒せばいいのかな。さあ、この石。いいですね、工場のすぐ隣に地上があって、そうですね、また遺跡がある、スミックスもある。シュールな光景です。なかなか来てますね、これ。危ない、その通りだったんですよ。さあ、街を破壊。4名のボスですね。ピラミッドの中から。なんだよ、このデザイン。結構強いんで。これやっぱりね、配信始まる前にちょっとね、スティさんにも言ったんですけど、坂のヘルマークなんか俺の中で。俺の中であるんですよ。はいはいはい。確かに。お、パワーアップした。あ、これレシオかなり、これ一番強い状態ってことですか、今。そうですね、そう。あ、強い強い。ただし、そう、味方にも当たっちゃうんで。あ、ちょっと気をつけなきゃいけない。あー、すごい強い。こいつすげえ強いだね、私の。ベンベンベン。そうです。3連続。おい、人技これ見せかけて。あれ、気になった後連打ですか。いや、連打してもあんまり意味がない気がするんですよ。結構、こう、じゃんけんになっちゃうんで。あー、なるほどね。まあ、今更ですけど、掴まない方がいいですね、ボスは。掴まない方がいい。そうですね、重要な意見聞きましたね。掴むな、掴むな。そうそうそう、あ、やられちゃう。さっきじゃない。あー、パワーが。こいつ、こいつ強いですね。強い、強い。なんかテンション上がって、ノーミス外してますけど。あ、でもいい感じです。これすごいなぁ。そうそう、するとこで分裂するんです。え、嘘。
やばい、2人えっ、次出した。あ、それいいですね。2体でチョップの2倍。あ、そうそう。あ、かぶせた。ダブルチョップ。お、これはいけんのか。お、はめてる、はめてる、はめてる、はめた。あー、なんだ、なんだ、なに、なに、引きで壊れたか。あいつ地面から来た。あ、テンション上がって、クリップで回って下から。あ、危ない危ない。でもやっぱ上手いですね、皆さんね。うまい、すごいですね。さあ、これもうあとちょっとですよ、ちょっと。これね、あ、もうこれで、ね、入った行きましたね。これで元気派ですかね。いや、はい、ありがとうございます。いやー、いいですね。いやー、いいですね。でも思ったよりはかな、だいたい1ステージ1人死ぬくらい、ね、そうですね。ピストル大名と比べるとそこまでこう全逃げ場っていう感じではないんですけど、問題はここですね。サックアイズ、このボスがかなり強いんで。これが強い、うん。まあ、期待したいところですね。海に沈んでレバーで避けて進め、あ、なるほど。この海に気合入ってるの。いや、気合入ってる。素晴らしい。避けられなくないですか。いや、避けられないですね、これ。こういうことしますからね、SNK は。やりますね、SNK。お、落ちそう。あれ、落ちるんですか。お、いや、落ちるんですけど、死なないです。あ、死なないんだ。ちょっと落ちてみたいな。落ちて、いや、自分で落ちれないです。落ちれない。なるほど。あー、危ない、危ない。ブロッコのパワーで、ね、あの、クリーチャーデザインよ。デザイン素晴らしいですね。めちゃくちゃですね、これ。いいですね。関係どうしてもらえる。あー、なんか突っ込まれて、ね、クラゲの化け物できたやつ、ね、いや、ここは相当長期戦になると思うんですよ。ワンピーはスーパージューンをかなりパワーアップしてる。あー、そうそうね。いや、かなり減らされてしまったが、まだボスはね、まだボス出てきてないですね。ボスの、なんさ、ここを当たったら出てきます。あー、空中で捕まれる。これ落ちるんじゃない。あ、落ちない。あ、泳いで回避しましたね。パリア、こいつですね。岩、あ、岩の中に入ってた。こいつです。そうそうそう。これまた気持ち悪いやつだな、これ。さあ、刺して、うまいですね。いいですね。さあ、気合を貯めて、どこに出すの。疲れます。あ、疲れた。こいつって防御してくるんで、なかなかね、HP を削れないんですよね。あー、あの殻に入った時は大丈夫。そう、そう、あ、流れた。通常は強いんで。精神を終わり。さあ、カフェ、誰か行って。みんな遠慮勝ちですよ。で、一回やったから。収録2くらい目、やる気だね。いいですよ、あの、やっちゃっていいですか、今度ね。危ない。グラつけるんじゃないよ。グラを探すんじゃないよ。グラ、あ、GR ゴッドレア。さあ、大丈夫、金はいっぱいある。大丈夫、クリアできるぞ。はい、投げて。いい感じで。潜水艦を投げています、潜水艦。あ、なんか、あ、パープショー。こんなにイライラするボス、僕は今まで知らないですね。これすごい、こんなに竜巻。渦潮を落としていく。大阪名物渦潮落とし来ましたね。ガンガン更新していく。あはは、やられました。投げて、あれ、あ、ワンピーガンが死んでしまった。さらっと、あ、まずい。あ、そして足も投げましたね。こいつかなり確かに強いですね。まあでもダメージを与えている。いけるぞ、いけるぞ、いける。大阪名物渦潮来るよ。あー、ガスカーで、こうなっちゃうんですよね。そうですね、スライムとスカミをやってます。そうなんですよ。なんか、宇宙で何気にあの施設攻撃してくるんです。攻撃してくるんですよ。まあ、壊せないだろ、ね、そう、壊して。これでもじゃあスコアラはあれで潜水艦を倒すのかな。どうなんだろう、わかんないけど。あ、でもいい感じで、もうあとちょっとで倒せそうですね。いけますよ、いけるいける。多分あの、ツーピン側の周辺君2回目なんで何かコツをつかんでるかも。そうかもしれないです。そんなことはなかったですよ。ない、そんなことはなかった。強いですね。こいつ確かに強いな。強いです。
巻は泳いで避けた方がいいです。あ、なるほどなるほど。そう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 。泳いで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 。シュールシュールですよ。はい。マジですごいな。電撃？え、落ちた？いや、あの知らない。いけるよ、もうちょいもうちょい。もうちょいですね。あ、あ、これで行ったんですか。行ったか行ったか。ドワッと。これでいいんじゃないの？はい、クリア。わー。大丈夫か。いや、失礼します。ゴリ押しって感じですね。いや、いいですね。こうやってクリアするのだ。そうですね。またボーナス。ボーナス。相撲か？相撲じゃない。いや、敵をいっぱい倒せばいいです。あー。肩が出ない。え、ダメージ受けんのこれ。ダメージ受けんの。ボーナスステージじゃねえじゃねえか。そうそう、まあ、全部倒せばアイテムがもらえるんで、プレイヤーにも当たりますからね。当たりますんで、協力して倒してください。あの、そのゴリラ敵じゃないよ、翔平君。敵じゃないね。あ、でもいい感じ。なんなら君の方が減ってるからやばいよ。とにかく P をたくさん取ってください。 P だ、 P、 P 取れ、 P。え、あれ、え、エグは、あ、エグ、ヨガン聖人。なに、なに、ここはもう初っ端からボス。あ、もうボス、いきなりボス。こいつも相当強いんで。こいつも強い。すごい強い。口が分かれてる。起き上がりもすごい、すごいシビアだし、あとヨガン、減るんで入らないでください。あ、ダメージ受けた。そうなんですよ。ヨガンダメだ、ヨガンダメ。ジャンプでいける、ジャンプで。ヨガ入っていこう、ヨガ。熱い、熱いじゃない。プレーを楽しむんじゃないよ、それ。あ、熱い。いや、あの、噴火してるのもダメです。噴火はダメです。いいよ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 、それいいんじゃない？避けられた。大人ですね、このボス。あー、やばいやばい。いいよ、サイバーボットか。あー、上から、上から、アザムの噴火が強い。あー、これが一番怖い。やばいやばい。いい感じです。やれた？どうだ？一人戦闘をしびれそうな。これ本当ボス体力多いな。まだ半分くらいだ。そうなんだ。なんだなんだなんだ。ザコキャラです。ザコ。白もいっぱいいる。いやー、これだ。危ない。あー、危ない。同じ。最後、周辺が飛んだし、まあ、何を座るの。そうですよ、ボスの挙動をちゃんと見て。そうですね。あ、あ、あれをやり始めたらジャンプしよう。ちゃんと画面見てみたいな。はいはい、帰って、いよいよ、あ、行っちゃってください。山田君、また来ました。もう誰でもいい、誰でもいい。地球を救ってくれ。順調に減らしてますね。そうですね。これこそ金の力で倒してるっていう感じがしますね。やっぱこうね、大人なんでね、金ではこう物を落とす。生半可なレバーが取るのは無理ですね。そうですね。相当厳しいですね。パワーダウンやばいね。いいよ、いいよ。パワーダウンすると最大効力も減っちゃう。そうなんですよね、いろいろ損しちゃうんで。絶対こっちが見る。山田君頑張ってください。うお、超減った。煽ってる煽ってる。そんな感じで。いいよいいよ、いけるよ。
いや見てて疲れますねこのゲーム。これはやばいっすね。さあバスター来てる。あでもちょっと下からあれあこれで倒せました。あーおめでとうございます。行ったけど山下もサード死にましたね。あーもうでこれで次はもうラストステージですね。これラストですか。ラストです。あもう早い。なんだ結構簡単じゃん。そうっすね。いけますね。いや実はそういうわけにはいかないっていうのが、このゲームの厳しいところですね。キングファミリー読めなかった、ラスボスステージですね。あ火山入っちゃう、でここでも着地する瞬間にボタンを押してワンナップを取ってください。ちゃんとタイミングよくだよ。タイミングよく押すんだよ。いいいいいくよいくよ。はいはい、あーおーうまーい。ワップやるすごい。できるさすが。いやーすごい。味方勢には一度見たことは通じませんから。そうですね。あれ、ピー取って ピー取った方がいいですね。そうそうそう。あどこだ。じゃあセンチェル、センチェル。ライフどこ。あれさっきまであったライフは。さあ、次に出てくるのがボスが出てきます、ね、一面のボスです。あボスラッシュ。そういうことになります、ね、やれやれ。もう一度見てるから。ミカド勢に一度見たやつは通用しない。 SNK のやりがちな雷味方も食らってる。山田さんがシンゴもろとも殺すパターンかこれ。あ全体でサーチして雷を落とすんですね。あれはで味方もサーチしちゃう。そうそうサーチして何でだよ。ジャンプして避けるしかないです。あなるほどなるほど。いやそうそうそういうこと。あ、うまい。あれアストロガイ強いんだ。強いですよ。こいつのこの技が一番強いんですね。あ、これ強いっすね。そうですね。あそうそうそう。溜めてる間にシンゴがほぐられる。いけ。あ、これじゃあ山田さん何か掴んでしまいましたね。あ、掴んでましたね。そう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 、追い打ちできる。あ、これは、あこれでいけんじゃん。いけますね。あ、これ倒しましたね。雷マシーンとかした山田さんのところがやばい。カス当たりで、カス当たりで、そう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 。お、あーダメダメ危ない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 。さあ間髪入れずに2面のボスが出てきますね。2面のボスはあのあ、もういきなりでかい状態だ。なにこれ、なにそれ、穴かりっす。穴かりっすか。穴かりっす。これめちゃめちゃ弱いんで使わない方がいい。マイクか。シンゴさん何やってんの。ちゃんと合体してシンゴさん。シンゴさんどうやってんの。ああ戻って戻って。面白いからもうちょっとやってほしいですけどね。でそれでいく。で多分中段と下段同時に攻撃ですよ。ロケ的100連勝しちゃうやつ。どうなってた。ああ行ってない間に。あいや間抜けな光景ですね。はい。それどっちで攻略するの。強い強い強い。なんちゃう強いんだけど。アタックされるとある。あうまい。これ山田さんかなりこれ掴んでますね。かなり今いやイライラするキングオブザモンスターズの神の領域に近づいた。うまいうまい。そんな感じ。あゴリラちゃんとやれ。あこれはすごいですね。避けるんですよこいつは。距離を取らせてくれない。今ボスも気づきましたね。あいつだなって。いやーこいつだって。あいつがやべえぞ。頭いいんだ。一回戦来ましたね。あれなんでボス当たってないの。あボスやったか。やった。いやいや頭がまだ残ってる。頭がやばい。そうそう俺も雷だよバカ野郎と。ほら死ねえ。当たっただけでこれやられる。シンゴさんあと一発やね。あ、復活してもこれ強い状態ですね。そうですね、そうですね。あらやばい。この辺は良心的。まずゴリラか。あのゴリラ小さなのが続きましたね。えい、これでもすごい。確かに見てるとゴリラ弱そうです。弱いんですよね。使いにくいですね。このやり込んだおじさんをしてゴリラだけはクリアしようがない。ゴリラだけは使うな。あ燃えた。死
コさん、あはゴリラジャンプ攻撃がなかなか当たらない。ヒームヒーム、ゴリラ強い、ゴリラゴリラ強い、ちゃんと DDD って入れといて、あ DAA でもいいや、戻るなあそここだわり、あれ DDD ゴリラ強いってよ、聞いてないいやいや、賢明な選択だった意外とこれになってからまた飛びますね。あ、行ったのこれ。あ、そうだ、プレスだ。あ、そうだ。まだ終わりない。これ、一発一発。あ、あるよ、あるよ。あー、ビリビリった。これ、一回見た戦いだから飽きますね、見ててね。確かに。あ、来た来た。うろついてる。あーどうする？行けるのか？いいさせて。いけ。あいつ頭の使うのもちゃんと骨入ってる。思ったかって。口の中に目玉あんのやばい。これ必殺技使うときに C を長押しするときと B を長押しするときと A を長押しするときで3種類の必殺技が使えるんで、まあ今更なんですけど、山田君 C… 何これ蹴って来た山田君 C ボタンで、なるほどなるほど、このシーン以外にあったんだよ、 A 以外あるんだよ、いろいろなバリエーションの技があるんで、電撃だけ使ってるとつまらない、アナカリスのダークホース使ってる場合じゃなかったで、ファイヤー、あー、ツーピーが死んでしまった、ツーピーが誰か入って、誰か入って、今入ったら美味しいとこ持っていけるかもしれない、まだ早いかもしれない、早いかもしれない、ゲームやれ、あ、そのトニトニローリング方強いよ、強いよ、強い、なに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 、下から入れました、あ、飲まれました、飲まれた、飲まれた、あらあらあら、詰まってるのか、あ、100円だ、50円、あら、消えるのが今のうち、今日はサービスで50円ですから、存分に倍使ってください、あのゴリラ強いですよ、あ、本当にあ、ゴリラ来ましたね、おすすめのゴリラ、ゴリラで A ボタンしばらく貯めて、貯めてギーンってやると、いや今の段階だと 手を飛ばす、あ今のさ、そうですね、あそうか、 P をあと2つ取らないと、ね、そうですね、そうですね、さっきのやつは使えないです、まだもうちょいだからいけるいける、そうですね、ついてるか、あうまい、やったか、おやった、どうしました、いいよ、これは次はあのあれか、海のやつかな、あ P が取ってほしいな、あダウンの P 取っちゃったから、あ違う、さっきこれは厳しいな、サゴのヘルマーだ俺しか言ってないっていうこいつやばいな、あいつ何になんか自分の脳みそを飛ばすのやばい、そうなんですよ、弱点飛ばしてくるんだよ、そうですね、喜ぶ時も脳みそを持って喜んでる、わーテンション上がって、わーわーやばい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 、もうこれ目に疲れる選手ですね、確かに疲れます、疲れますね、情報量がいっぱいあるんで、あ、なんかピヨってんの、あ、いけるいける、はめられるよ、あ、そうそうそう、お、それいいっすね、ゴリラの顔はめがあるよ、そうそう、いえいえ、はめろはめろ、こいつは通常技が一番有効的かもしれない、刺してる刺してる、あ、刺せない、いいよいいよいいよ、その技すごいっす、シャルロットっぽくいこう、シャルロットっぽくそうそう、それがいい、あ、チョップチョップ、ナイスのチョップ3連発、結構痛いんだよ、ね、パーパーパー、突然には後ろに下がりながら技を使っていくっていう、はいはい、そうそうそう、それが一番いい、強い強いですね、あー、飛び散った、
これ竜巻やばいよレインボー、いやすごい、いろんな技を使ってきますね。二重を吐くってどういうすごいなこれ、すごいセンスですね。センスがやばい、あの体型から虹を吐かせよう、ね、危ない、寄り切られた、ゲームシス、まだまだこれ一緒あるよ、いやゴリラ強いな、ね、ゴリラに厳しい、あーやられた、ダウンウチ、厳しい、ゴリラが、あ、次次、誰でもいいよいいよ、あ、グリグラさん、まだやってない人もどんどんやってください、ね、やってない方、いらっしゃいますか、ダウンウチやばいな、ね、トップ危ねえ、いやでも見てるとやりたくなってきますね、そう面白そうじゃないですか、すごい、いやうずうずしてくる、テンション上がりますね、そうっすね、俺にもやらせなって気持ちにさせますよ、これあー、ブルーズ、こいつ分裂しても結構体力あるな、そうっすね、やばいっすね、あ、そして、あ、いい、いや、乱戦にそうさばくんだ、何が行われるのか全然わかんないですね、チョップが6連発くるんですよ、いや、あれは厳しいっすね、あれ、あれ、あれ、ごちゃらせて、ごちゃらせてこれ見てて楽しいんですかね、視聴者は、あ、潜った潜った潜った、何潜って、掴んで、あ、潜った潜った、あ、気を取られると焼かれるよ、バナック、バナック持ってんの、パンチパンチパンチ、いや、そう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 、グリグラさんの劣化点いきました、劣化点、はいはい、怖いきました、グリグラさん、B ボタンのキックの方がいい、はいはい、そうそう、それの方がいい、グリグラさん、劣化神経いこう、劣化神経、おー、ファイヤー、あー、倒しましたね、あー、なんか、ギリギリ倒す、何何あれ、カンパズ入れずに4メートル、5メートルでしたね、カンパズ入れずに来たよ、あ、恐ろしい、こいつやばい、こいつやばいよ、あー、ゲームだ、ゲームだ、あー、死にましたね、死んだか、いやこれ疲れるな、これ見てる、これやばいっすね、またこのボスがイライラするんですよね、見てる、この面では泳げないんで、竜巻は自力で逃げてください、はい、行きますよ、いけるいける、でもね、結構あれですね、攻略できてきました、そうですね、だんだん慣れてきた感じがしますね、やっぱね、こっちのゲームは慣れてくるとね、うん、なんかこう、かなりアドレナリン出ちゃう、そうですね、いいよ、いや、こればっかり やられると結構厳しいんだよな、あー、強い、チュッチュやばいよ、チュッチュ、ガードガードやばいよ、いやー、ひどい技、はい、いきまして、追って爆発、いやこれ本当にダウンしてる目の前とか竜巻もスタンバってるなって、そうっすね、いやこれひどいものこれやばいな、これはちょっときついんじゃないか、いや本当にきついですね、こんなずるいボスあんまりいないですね、こいつは確かに本当に強い、そうなんですよ、あのぐるぐる回ってる時は一切攻撃が当たらない、何やってんの何やってんの何や今の、あれが当たるとああなっちゃうんですよ、強い、うれ、うわこれ、あ、ハッタさんやる、もう周りの人間たちがどんどん疲弊してますね、いやでもね、ここで踏ん張らないと地球を選んでしまうそうですね、はい、ポフの地球を守ってください、まだ全然減らしてません、危ない、前世は味方になった皆さんですから危ないよ、厳しい、
本当こいつはあれですよね、今周りでも話してますけど、減ってないですね、そう、全然減ってないですよ、与えられないんですよ、ね、こいつとね、さっきの溶岩のところのやつはかなりね、時間かかります、そうですね、あんまり有効じゃないけど、掴んで投げるっていうのが一番いい、やってるし、あーすごい、だんだんゼリゲバっぽくなってきました、ね、いいですね、これこいつはかなり稼ぎますね、そうですね、稼ぎ頭ですね、こいついいよ、あー、これやった、何やってんの、チームなんだかんだ言って好きなんでしょ、それなんだかんだ言ってスーパージオンやそいつでしょ、サイバーウーでしょ、ネオジオンよりもスーパージオンでしょ、あーこいつも結構攻撃ダサいですよ、すごいダサいです、実は、ね、もうこれ投げ込ますしかないですね、こいつは、あー危ない危ない危ない、あ、ダウンしてる間こいつそうか、空にこもってるから、そうなんですよ、ダウン攻撃が効かないんですよね、あ、でも減ってるよ、減ってるよ、大丈夫大丈夫、あ、ちょっと危ない危ない、チュンチュはやばいよ、チュンチュはやばい、嫌な技ですね、いやーすごい、アイスラックはもうダメだ、あー倒した、いいよいいよ、素晴らしい、ヒット、ヒート、あ、ダウンはダメ、ダウンしかねえ、このゲームも、あ、そしてこいつ、あ、体力が多い、あ、でも溶岩の皮はないですかね、そうですね、その分全然楽に、いいよいいよ、あ、いいっすね、あー、ナイス、いいよ、あ、いいっすね、これ強い、いいよ、パターン入ったんじゃない、あ、よけた、よけた、パターン入ってない、味方が誘導してくれればいいんですけど、あ、なるほど、味方が、そう、俺ごと撃て、そうそう、撃てと、金はある、俺ごと撃て、あ、そうですよ、あ、やっぱね、あの、血を引くためには多少の犠牲は、そういうことですよね、あ、危ない、あ、いいっすね、あれ、シロさん、分裂しないの、分裂まだ、いや、まだこれできないです、あ、もう一個ないの、そうですね、あ、でもいい感じでもう半分以上減らしてますよ、あるよあるよ、貯めてキャノン、あ、避けられた、いちょっと怖い、あ、誰かまだやってないです、まだやってないです、いいよ、やろうやろう、あ、どうぞやってください、行こう行こう、もうこれを倒せば次はもう真のラスボスなんで、いいですね、あ、これでもう、ね、これを倒せばもう真のラスボスです、もうあと一歩だよ、もう今から入ったらもう美味しいところに持ってきます、あ、最後は俺の中にあります、あー、吸い込まれた、食われた、いやー、吸い込まれた、いやいや、もう半分減ってるから、いやいや、あー、いやいや、あるよあるよ、ダメ、いやいや、希望は捨てずに行こう、50円玉があれば大丈夫だから、そうそうそう、50円があればなんとかクリアできるゲームだ、もう地球の平和は金で買えるんですよ、あー、なんだろ、ハメかこれ、あ、いいよいいよいいよ、ゴリラが死んだ、あ、そうそうそう、よし、あはー、でもこれ見てるとさっきの山井さんでしたっけ、やってたの、アストロ会、そうコミック会のあの雷、あれすごいですね、あー、こんにちは、ってねー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 、あ、当たり判定があるんですよ、あれ、いやいや、スリアッ、いいよ、あ、何分裂してんだよ、ボコボコですね、おー、いやー、いいよ、この科学力、当たってる、あ、分裂じゃない、いや、いい、いいですよ、いまだにあの分裂が何やってるかよく分かってない俺、 あとちょっといけるいけるいける、あーダメダメ、いけるいける、いけるもうちょいもうちょいいけるよ、いける、あーダメダメ、はい、強そうに見えてきたな、これなんかありですね、そうですね、あー惜しかった、あー惜しかった、あー惜しかった、掴み返された、はい、ワンピーやりたい、ワンピー、はいはい、誰だ、地球を救うのは誰だ、いい、ここで、あと一発、あと一発、あー惜しい、あ、ツーピー行こう、ツーピー、
あと一発です。分裂流行らせるんじゃないよ。いたあ、倒しましたね。さあ次はもう、はい、行きます。これでラスボスですか。そうですね、真のラスボス。よくお前来たな、貴様の愚かな意見を褒めてやろう。しかし貴様の私の姿を見して本当の記憶を知ることになるのだ。誰だ。ああグローバイ。わかりやすくグローバイ。このビジュアルが大好きなんですよね。もう今じゃこの敵も空でかけるようになりました。もう何も見ないでこれかけるようになりました。どんなでっかいんだろう。すごいやばいっすね。じゃあもしねこれ終わった方、おしりさんにお願いすればこの後この敵書いてもらえますか。サイン紙持っておしりさんぜひですね。これ名前とかあるんですかね。これなんすかね。なんかあるかもしれない。これすごいなあ。そう当たるだけでこれもうちょっと減っちゃうんで。ボス感ありますよね。すごい強いんで頑張って倒してください。投げ食らうんですか。そうですね。こんなでも、いやあもうめっちゃ挑発してる。アウトアウト。すごい。あ、いいですね。パワーアップ。いけよ。伸びる。いやーすごい。とにかく大丈夫だ。通常はさあんまやんない方がいいかもしれない。あでも必殺技がいいのかな。ここでさすがにこう小さくらまたはいいですか。どうやって倒したかちょっと忘れちゃったの。忘れちゃったあでもそれいいかもしれない。いけ。ピーチを何個持ってシャドウとシャドウとシャドウと戦闘でいこう。あー 2P 側の人あそれそれ尻尾攻撃が一番いいですね。リーチが長いやつね。そうリーチが長い攻撃が一番いい。でもちょっと攻撃力高いですねこの敵ね。すごいですね。そうですね、真のボスなんで。あすごい。あ、そうあ、キャノン結構ひさまざが直線で真正面に飛ぶから。そうですね、そうなんですよね。お、でもこれいけんじゃん、じわじわいけるよ。そうっすね。いいよ、ずらしてじっくりと、じっくり。あー、大丈夫、金の時間はある。いや、頑張ってください。今入れば美味しいとこ持っていけるよ。はい、ワンピー開いて。いいですよ、まだやったことないけど、どんどんやってくださいね。今ですよ。なかなかですよ、初プレイでクリアするチャンスありますよ。あ、いいですね。いいよ。あれすごい。あの分離攻撃、実は強いよ。強いっすね。俺も今初めて知りました。え、クライマってどうなってんだろう。いや、荒れ込みが足りない。ハテナ、なんだ、ハテナ。あー、すごい。いや少しずつ行こう、少しずつね。あー大丈夫だ。ようやく半分ですね。いやーすごい、すごい。こんなに癒されないゲームもなかなかない。確かにそう。もう気持ち悪いったらあれしない。これは相当ですよ、これ。まあ、今なかなかこんなね気持ち悪い、なかなかないですよね。時代なの。時代さ。気持ち悪いってなると大体ゾンビになっちゃう。そうですねバイオハザード。それでもゲーセンだとあまり出ていないかなって。こっちもハメ今うちでどんどん HP を減らしてますね。いいそれ当たってるの。シンボさんそれ当たってる。いいよ。あ、徐々に行こう。徐々に少しずつ。あ、すごい。あれ当たると一発でやられます。即死技です。あ、こういうことやってくるんですね。あ、体力減ったからですか。なんかモード変わったんですかね。ちょっともしかして。いいよ、あるよ。あと1割来て。もう少しでいけるぞ。使えないと思われてたあの技がここでこんなに使われるとは。あるんだよ。やっぱりいろんな人がやると発見。いろんな発見がありますね。ありますね。
いいよいいよいいよ。壊れた。ああすごいゼニゲバっぽいな。あとちょっとだ。もうねもうあとちょっとが遠い。もう一緒だ。そうそうそう。あと0.5。いけ。ケイも美味しいとこ持ってくんだ。ゴリラの人はひたすらもう逃げて。あーここでシーンの惜しい。さあスピーこのままじゃ、このままじゃゲームが終わった。終わりました。あ、いやまだです。まだ制限時間内に全ての敵を倒す。倒せなかったらもうゲームオーバーになります。倒せなかったら早く早く早く。あと10秒しかない。10秒しかない。10秒しかない。ゲームオーバーになるってよ。いったいった。あ、行きました。いった。クリア。クリアか。クリアか。やったのか。まだいらんできない。いったのか。ゼニゲバ勝利。勝利だ。おめでとう。おめでとうございます。終わった。おめでとう。すげえ。おめでとうございます。地球を守られましたね。守ったのかな、わかんないけど。あ、着手同時にうまいことを押してください。打ち上げられて、これ考えるのやめるパターンです。あ、ピースしちゃうのかじゃあ。どうや。アサイバウがいない。スペシャルボーナス入りましたね。You are King of the Monsters。じゃあレシオ君と、ゲームさんはね、今後キングオブザモンスターとして彼は地球最強の存在、満足そうな笑顔で、ドヤ顔でドヤッ800年後。いやー素晴らしいです、ね、おめでとうございます。いやおめでとうございます。いやすごい。あ、名前あるんですね。 あ、ありますね、うん、いやどうですか、おしりさん、久々にこの画面見たい気がしますけど。いや疲れましたね、すごい、なんか見てて素顔あるんだ。 あるんですね。すごいな。いやすごい、 SNK さんたちのスタッフが。この頃なんか似顔絵みたいな結構ありますよね。あ、ね、なんかそうですね、自己主張がすごい激しいですね。いやすごい。いや俺これ初めて見たな、この画面。いやね、なかなか見れないです。いやすごいすごい。いいとは。いいとは。これをね、もうお父さんは当時毎日のようにそうですね、よし今日もやったぞと。そうそう、でもやっぱりゴリラはダメだと。ダメだと。いやでも今日使えるなと思いました、今日は。ですね、ありますね、これね。ね、ありますね、本物ね、うん、いやー、サンキュー、うん、じゃあグラと DDD って入れてください。もうしばらく僕はもうこれいいかな。そうですね。だいぶあのキングオブザモンスターズ2成分を補給したんじゃないか。そうですね。まあ次やるのは800年後ぐらいです。800年後ぐらいですね。よし、じゃあゼニエバはね、あ、でもゼニエバっぽい内容でよかったですね。そうですね。もう圧倒的にミカドでの勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ大会ありますか、これ大会。いか面白いのかな。面白いのかな。で、できるんですね。やりますか。やってみますか。やってみます。お尻さん、いや、やったことないですよ、実は。うん、じゃあこのしばらく少ししたら大会やるんで、出てみたい方ぜひやりましょう。まあ、8人ぐらいだったらやります。そうですね。はい、じゃあということで、キングオブザモンスターズ2、ゼニエバ配信でした。ありがとうございました。どうもミカドで勝利おめでとう。